皆さんお疲れ様です。今ね、吐いたで苦しんでます。虫歯です。で、今、これね、吐いたの人いると思うんですよ。で、これ自分にもね、忘れないために動画作っときます。一番いい方法は、熱さまシートを使って冷やす。そしてですね、これ、せいろがんをですね、もう、その虫歯のところにね、穴が開いてるんですけど、僕の場合、もう突っ込む。丸いやつを。そのまんま。で、やったことない人がいると思うんですよ。で、これを、ほら、せいろが粉になってるから、出すよ。ほら、これを、粘土みたいになってるから、穴に突っ込む。そしてもう一つ一個いる。辛いんで、せいろがんが。で、今これが汚いの、ごめんね。ティッシュでやると、ほら、よだれが出てきてね、せいろがんが溶けちゃうんで、その、ガーゼ。だけんが、熱さまシート、せいろがん、ガーゼで、吐いた、止まりました。それまで塩水で、もう、頑張ったんだけど、歯医者空いてないし、みんなね、この3つ、やっぱり、準備しとったらいいですよ。せいろがんもね、小さめ、一番小さいやつ買ってきてもらったのかな。何個い、100粒かな。で、この方法いいと思うんで、ぜひね、吐いたで苦しんでる人がいたらね、緊急用、治ったわけじゃないんで、痛みがちょっと止まる。辛いけど。またね、なんか、ためになるどう、これためになるかどうかはね、わかんないけど、もっといいよっていう方法があったら、コメント入れてください。ありがとうございました。辛い。